騎士ね。私はどっちでも構わないよ。好きなように剣を振り回せて、うまい酒が飲めりゃそれで十分さ。ただこないだのやつみたいな行きつかねえ野郎どもと面つき合わせるのはごめんだな。ま、エルザの好きにすればいいよ。難しいですわね。でも自分の気持ちを一番大切に考えるべきだと思いますわ。きっとカナンさんだって分かってくれるはず。みんなもエルザさんの決めたことなら反対はしないと思いますから、じっくり。へえ、いい話じゃないか。確かに宮遣いとなればいろいろ面倒も多いだろうけど、傭兵ほどつまらない任務でこき使われることはなくなると思うよ。傭兵なんてそう長くやる仕事じゃない。エルザ、お帰りなさい。知ってる？さっきからロッタさんがエルザを探して街中。俺の娘がローブの男にさらわれちまった。追っかけていったんだが、ズタボロの帰るうちにやっちまってよ。チキシュー、ただの職人じゃこんな時に何もできやしねえ。武器の一つも持ったことないこんな手じゃ娘すら、ま、あんた娘の居場所を突き止めてくれないか。ありがとう、ありがとう。まずは町をうろついている。伯爵の誘い決心したか、エルザ。いや。いいか、これはお前一人の問題じゃないんだ。これでみんなも傭兵暮らしから抜け出すことができる。いつ死ぬか怯えて暮らさなくても済むようになるんだ。もちろんカナンのためにもなることだ。それをくれぐれも忘れるなよ。ああ、分かってるさ。そうだな、そんなに難しく考えることはないんじゃないか。忠誠の誓いなんていざとなりゃ取り消せばいいのさ。いい女がいたらとりあえず口説く。こじれた時のことまで先回りして心配してたんじゃチャンスを逃すぜ。まさか。お、何しやがる。
たはロッタじゃないか。うわあ、なんだエルザさんですか。脅かさないでくださいよ。よかった、無事に脱獄できたみたいだな。そんなこと大声で言わないでくださいよ。それに脱獄じゃありません。立派に証拠不十分で無罪放免ですよ。そうか、それはよかった。立派かどうかはわからないけど。いや、それが全然全く良くないんですよ。なんで？何か事情がありそうだな。ええ、実は私の妻が行方不明なんです。え？ロッタ、結婚してたのか。それは私にだって結婚ぐらいさせてくださいよ。それで居場所はつかめたのか。ええ、町で聞き込みを続けた結果、この町の奥にある貴族の館が怪しいと分かったんです。それで私も覚悟を決めてその館に忍び込んでみたんですが、魔物に返り討ちにされた挙句、あの牢に入れられてしまったんですよ。そういうことだったのか。出てきたはいいもの、私どうしたらよいか。エルザさん、伯爵より。ここだけの話、私の前世は竜なのだ。疑っているな。竜の皮を5つ持ってくるがよい。我が秘術を持ってその疑いを晴らそう。ついに竜の皮を5つ集めたか。お主を見込んで正解だったようだな。では約束通り我が秘術をお見せしよう。ところで参考までに聞いておくが、お主はどちらが好きかな。それではしばし待つのだ。は失われ、竜はこの世を去って久しい。お主の活躍、期待しているぞ、エルザ。
思う。
っと来い。私、ど…え、今ですか？わかりました。私、ど…ありがとうございます。訪れた人間たちを見下すかのようにその館はそびえていた。静まり返った辺りの空気からはまるで人の気配が感じられない。代わりに感じられるのは目の前に立つ館が放つ異様。息を潜め獲物を待つ獣のような生臭い気配。背中に氷塊が滑るがごとき悪寒を感じつつ一同は入り口へと歩を進めた。